倉健太です、出身地が熊本で中央大学を出てこの会社に新卒として入社しました。コミュニティ作りっていうのは僕がやりたい仕事である街づくりだとか街に力を与えるっていう部分において、コミュニティ作りこそその核となる部分だと思っていて、僕のやりたいことをやっている会社だって思ったからですかね。2年前ですね、新設で入りました。担当している仕事は、渋谷のワイヤード東京1999で、ホールスタッフとして働いています。渋谷っていう世界的にも有名な街、その街のど真ん中で日々海外の方はもうたくさんいらっしゃってくれますし、働いててその人たちとで日々出会えることがやっぱり楽しさですよね。ワイヤード東京1999が台湾に出店することになって、その、ホールスタッフサービスのトレーナーとして台湾に行かせていただきました。推しフーティエンチェンタイこれしか言えないんですけど、いや2週間その時は滞在させてしました。僕が携わった人たちはみんなすごく温かく迎え入れてくれて、片言の英語と言葉もこうしっかりちゃんと意思疎通が取れてるのかなっていう状況だったにもかかわらず、一生懸命やっぱり話を聞いてくれたし、語りかけてくれて、こうお互い知ろうとしてきたっていう、その温かさはすごく感じました。僕らはコミュニティを作るっていうことが仕事で、これから舞台はどんどん世界になると思っていて、世界中に面白いコミュニティを一緒に作っていきましょう。